皆さんこんにちは、アネーゴのやかです。前回島根県は松江に到着、今日はその続きです。それではバスに乗って目的地へ向かいましょう。バスは松江駅から市内を南の方へかけていきます。途中左手にびっくりするようなものがありました。こちらの床屋さん、主張がすごく独特です。国道432号線を離れ右に曲がります。国宝の神社の看板がちらりと見えましたね。バスはその後500メートルほど進み終点に到着。バックでバス停に着くという珍しい形です。ご覧の通り、最後まで乗っていたのは私一人だけ。ちょっとリッチな気分ですが、乗って少しでも路線を残していきたいですね。バスの本数も限りがありますから、ここでしっかり確認しておきましょう。周りに誰もおらず、自分の足音とバスのエンジン音だけが轟いています。一人旅でのんびり歩くにはちょうどいいですね。そしてこちらから歩いて1分、ついに目的地に到着です。やってきましたのは神の魂と書いて鴨巣神社。こちらの神社、有名とは決して言えませんが、実はすごいのです。どのあたりがすごいのか参拝して見ていきましょう。この日は12月の平日、参拝客は片手で数えるほどで、観光客というよりは地元の方がいらっしゃったという印象です。竹から水が出ているのが見えてきました。どうやらあそこで手を清めるようですね。あ、そういう風に水が出るんだ。思ってたのと違う。それはさておき、お清めをしておきましょう。勢いがなんか半端ない。すぐ脇の階段を登ると本殿があります。とても急な階段なので、もう一方の道で行くのがおすすめです。こちらの道はほとんど坂のようなもので、安全に進むことができました。Uターンしたところで面白い形をした建物が見えてきました。こちらが今回の目的の鴨巣神社の社殿です。この本殿、実は天正11年、つまり室町時代に再建されたもので、現存最古の大社造りとなっており、国宝に指定されているものすごいものなんです。拝殿には大きなしめ縄が付けられていますね。あまり近くで撮影しないようにと注意書きがされていますので、これ以上立ち入るのはよしておきましょう。祀られているのはイザナミ、合わせてイザナギも合祀されているようです。この本殿の中には六彩色の壁画もあるそうです。どんな壁画なのかちょっと見てみたいですね。さて、鴨巣神社本殿のすぐ左にあるのが末社の貴船稲荷両神社です。風化した駒狐が丸っこくて可愛らしいですね。床下にもちっちゃな駒狐さんたちがいますけども、何か意味があるんでしょうかね。さあ、それでは鴨巣神社を後にして本日2つ目の目的地へ向かいましょう。
こちらは鴨巣神社から徒歩30分ほどのところ。え、バスの時刻見てなかったって？実は平日なのに休日ダイヤの方を見ていたので、乗りたかったバスがなかったのです。それはさておき、やってきたのがこちら八重垣神社。正面に見える拝殿にはこちらも大きなしめ縄があります。八重垣神社が祀るのは大和大蛇退治で有名な佐能の命とその妻櫛灘姫などです。この八重垣神社はその二柱の神にまつわる神社であります。横から見ると拝殿の奥に少し高さのある大社造りの本殿が見えます。看板に夫婦椿とあることから、何やら面白そうな木がある様子ですね。実はここに夫婦椿があったみたいなんですが、見落としていました。この奥の方にもう一本夫婦椿があるので、そちらをご覧いただきましょう。ん？おや？これは？あー、小宝祈願的なやつですね。さあ、じゃあ行きましょうか。ちょっと歩いたところにありました夫婦椿。こちらなんと根元は2本の木ですが、途中でつながって1本の木となっています。なんでも櫛灘姫が植えた椿が地上で芽吹き、地上で一体となったことから、夫婦の契りの象徴として神聖視されるようになったとか。古代のロマンを感じますね。古代のロマンといえば鏡の池というものがありまして、ヤマタノオロチの生贄として捧げられる櫛灘姫を、スサノオが8つの垣根、八重垣を作り隠した場所とされています。この池は櫛灘姫の姿を映した鏡として伝えられています。この池、実は占いができまして、占いの紙を浮かべてその上に効果を乗せ、早く沈めば縁が早く、遅く沈めば縁が遅く、近くで沈むと身近な人と、遠くで沈むと遠くの人と縁がつながるとされています。またこのように占いの結果も浮かび上がるようになっています。果たして今回の占いの結果やいかに？およそ8分で沈みましたね。この分だと近くの人と早く縁が結ばれそうですが、今のところ特に何もありません。こちらはこの神社の由来となった歌です。役も立つ、いつも八重垣つまごみに、八重垣作るその八重垣を、という歌なのですが、こちらは日本最古の歌にして、こちらの神社の由来となった歌です。ヤマタノオロチ退治後、佐能が菅の地で歌った歌とされます。今回のヤカ散歩はここまで。まだまだ島根県にとどまって探索していきたいと思います。また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。